福チャンネルへようこそ。福西崇史です。前回に2006年ドイツワールドカップの話をちょっとしたんだけど、やっぱりね、やっぱ代表のメンバーがいないと盛り上がらないと思うんだよね。まあそれも含めて今回は代表のメンバーであったこの人をお呼びしました。ういっす。すげえいい出方なんだよ。怖い。いいですか。ちょっと今、腹筋中、腹筋中です。ああ。はい。今、FC 琉球で、選手としてまだやってるんで、はい、ね、もう本当に顔も焼けてるし、まあ今大変なのもあるけれども、まあもともとね、コシンジと、まあ俺の関係っていうかさ、はい、っていうのは、コシンジを高校、シンジが高校生の時かなが、もう知ってたから、もう列に入った時かな。やっぱりそこで、やっぱり本当に生で見た時に、うわ、すげえ選手いるなっていうところから対戦して、はい、やっぱすげえな。で、代表で一緒にやらせてもらって、ああすごいなっていう印象なんだけど、シンジは俺のこといつ知った？福さんはもうジュビロ最初98年の時って、うんうん、福さんジュビロ、うん、3年目ですよね。うんうんうん、で、あの時のジュビロってすごかったじゃないですか。ジュビロ、うん、ジェンガ、はい。ジュビロ、清水。はい。で、もう、そこら辺がイメージが、強い。もう、それさ、俺はどんなイメージだったの？じゃあ、その時。いや、福さんは、ガッチャーンみたいな、もう、強え、めっちゃ強え、この人っていう、なんかイメージしたね。もう、全部、その危険な目をつぶるじゃないですか。あれはやっぱりなかなかこうボランチであってもなかなかあそこまでできる人いないなっていう思いますよ。なるほどね。ほぼ僕全然そんななかったですよ。ただまあ後ろを向かないようにしとこうかなみたいな。でもまあそうやっていてくれたから、やっぱ前の人たちはすごい楽だったんじゃないかなってすごいやっぱ思います。もうありがたいね。あそこでバッてやってくれるから。うん。と思でもさ、ちょっと本当素朴に思うんだけど、なんでシンジはそんな優しいの？優しい。別にそんな優しいっていうとは思う。どうなんすかね。なんかいつもそうだ。そう、自然にいつもそんな感じだし。まあ、サッカーの時は熱くなるけどさ。はい、はい。うん、でもそういう時にさ、でも優しいな、人の話聞いてくれんなとか思いながら一緒に。いや。あとさ、PPAP どうだったよ。PPAP やばいっすね。俺びっくりしたな。俺最初奥さんの方向くらえてきてみた時に。え、何これと思って、風呂場なんだこれと思って。そうだよ。あ、俺 YouTube で見たのかな。あ、YouTube で見たんだ。そうだ、奥さんの。で、え、何これ、何やってんだろうと思ったら、うわ、すげえ。そこまで求めたかと思って。さすがに、あれは、できない。普通やん。じゃあ、あれは福さんだから、絵になるんですよ、あれ。いや、でも、もう。うちの奥さんとも話してて、あれを、他の人がやっちゃうとダメなんですよ。あれ、福さんだから、あの、絵になっていいわけですよ。あれ、福さん以外はダメなんですよ、あれは。そう。だって、お前の T シャツ作りましたっていうところから、ただ単に手洗っただけじゃ、ねえ、こうインパクトもねえなと思って、そしたらもう体全部洗うしかねえか。俺や、あれはもう逆に次、ユージでしたっけ。そう、ユージは楽しみ。いや、相当なもう、プレッシャーかかっていいじゃないですか。ハードルめっちゃ上がりましたからね、あれで。上がっちゃったな。はい、でもまあ楽しいからさ、まあこのつながりもまた面白いなと思って、話してもらった。確かに。まあ今回ね、そのオーストラリア戦の話をしてて、はい、俺の中でも一番のこうやっぱ印象に残ってるわけ。はい。
で、その2006年のね、もう、こう、ちょっとネガティブになりがちだけれども、こういうものをちょっと後世にも生かしてもらいたいなっていうのもあったりとか、はいはい、で、その当時っていうのは、シンジが2006年のこのドイツワールドカップ全体がどう思ってた、うん、全体的には、まあ、なんかこう始まる前が良かったじゃないですか。大会始まる前の ドイツ戦とか。やっぱあそこがすごいみんなにとって一番すごいいいイメージきた、うん。そしていい試合をして終わったみたいな。うん。うん。っていう気持ちは多分強くあったと思いますけど、なんか、なんだろうな、こう、じゃあ2002年と比べるとって感じると、なんだろう、チームが一つになってる感じはなかったんですよね、なんとなく。僕の中で。バラバラとかではなく、ね、うん、何かこう、なんだろう。まあまあ、日本でやるのと、まあね、海外でやるのとまた違いもあるかもしれないですけど、すごくそこはやっぱり自分の中で違和感はめっちゃありましたね。なんかさ、ドイツ戦ですごいイメージも良くて、みんなでよし、これで行こうみたいになった中で、はい、で、マルタ戦でなんかギクシャクしたじゃない。そうですね。だいぶギクシャクしましたね。したじゃない、はい、で、やっぱそれは、俺は、まあ俺の意見だけど、やっぱこのサブの人たちとか、レギュラー陣という時に、やっぱもう、サブの人もさ、試合に出る気でいたじゃん。うん。で、そこでやっぱり、レギュラー陣を使ったところのズレっていうのもなんかある気がするんだけど。まあ、多少あるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ドイツが本当にそれだけいい感触といい印象を残したじゃないですか。うんうんうん、だけにっていうところありましたよね、うん、このなんでギクシャクっていうのはシンジが思うにどう思う？なんですかね、なん、難しい、これを、うん、なんとも、ちょっと難しいですよね、なんでそうなったのかなってやっぱ思うここはありますけど、よく言われるけどさ、やっぱこう、そこがギクシャクしてるというよりも、まとめるために、うん、やっぱこう2002年だとさ、中山さん、秋田さんがいて、うんうん、ベテランの人がサブででも全面に出てくれるとか、まとめてくれるっていうのはね、俺らは体感したわけじゃん、2002年、はい、2006年の時にその何か誰かがこうっていうのはなかったじゃん。まあそうですね、正直。思ったと思うね、重いことがいっぱいあってさ、みんなサッカーが好きで、このチームをどうしていくかみたいなのずっと言ってた中で、やっぱそういうのは俺はなかったかなって思ってたんだけど。まあ確かに、それはありましたね。まあ、大きく違うところってそこの違いになるかもしれないしね、やっぱり感じれば。うんうん。まあそこで迎えた、まあ、オーストラリア戦。はい。でシンジはサブで、まあ俺は出させてもらったけれども、うん、試合を始まって、むちゃくちゃ暑かったじゃん。すごい暑かったですね。あの、はい、その1週間前とか雪降ってた中で、はい、暑さっていうので、まあ答えてしまったっていうのはね、まあ言い訳にはなるじゃない、相手もそうなわけだし、はい、でもその前半、こう、ベンチで見てきて、はい、見てどう思ったの？まあ 1-0 で、ね、終えたじゃないですか。うんうん、で、まあね、シュン君のフリーキックから、まあ、ラッキーって言ったらラッキーだけど、前ね、ゴール入って、で、まあ、いい雰囲気で、そのやってる選手たちはどうかちょっとわかんないですけど、ああ、いつ終わっ、まあ、いい、うん、まあ、いい前半で終わり方。そう、初戦としてはね、なかなか硬くなる試合で、そういう 1-0 で折り返すっていうのは、すごく大事なことでもあったと思うし。うん、非常にこう見てても、ああ、うん、いい感じで後半を迎えられるかなっていうふうには自分で思ってました、ね、うん。やっぱりベンチから見てて前半とかでどうやった？いや、まあ別にそんなにこう、なんだろう、こう、変にやられるなっていう感じは別に持ってもなかったですし。うんうんうん、ただこの暑さがすごいなーって、めっちゃ暑いなーって、ベンチ座ってもそう感じたんで、やってる人たちは相当暑いんだろうなと思いましたね。そしたらその時にさ、やっぱ出てえなーとかって、もちろん、まあ思ってるとは思うんだけど。はい。まあ、試合はね、常にこう、はい、しながらやって
るんで、まあ、ウォーミングアップしながらでも、ただ座ってる時でも、あこうした方がいいかな、あ前線疲れてきたなとか、なんかいろいろそういう自分もそういう目線で 見ながらはやってました。でもな、そう。で、後半にさ、34分だったか、指示が出てきたじゃん。はい。それってどのくらい前になんか言われた？そのウォーミングアップしてるときどうだったっすかね。もうそんな時間なかったような気がするような気がしたんですけど。行くぞって感じだ。そんな時間なかった気がするんですよ。ただ僕の中で、まあ自分では、まあこのタイミングで行く感じじゃないだろうなってちょっと思ってて。その前線、やっぱ良かったのは、やっぱ前線が結構、あの前半の方からこう追ってくれてて、相手にちょっと嫌なプレスかけてたっていう部分では、非常にそれが効果的であったと思うんで、ただ、例えば後半の途中から、その、まあ、消耗して、ちょっとこう、引きが甘くなってきて、向こうにちょっとリズムを握られる感じにはなってきたと思ったんで、うん、まあ、変えて前線の選手が変わるだろうから、うん、まあ、またフォワードの誰かが行くのかなって、生かした方がいいかなって、僕の中では思ってた時に、うん、僕の名前が出てきて、ってこうちょっと自分の中でも自分がそう思ってない中でのシチュエーションだったんで、そうだね、後半に入ってさ、リビングがあのケネディやケイヒルや、まあ、高い選手をどんどん上げていく、攻撃的な高い選手でさ、もうボン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 ボール蹴るようになったじゃん、はい、そこでディフェンス陣はもうアタクターしてったし、はい、もうディフェンスの中では俺らの中では守備的な選手をよ入れてくれるか、はい、確かに心理の考え、どっちかなんですよね。前をプレスしてその蹴らせないようにするのか、もちろん後ろに1人増やすのか、っていう部分ではやっぱ思って、まあ、どっちにしろ、まあ、真ん中の選手が変わるっていうのはなかなかこの状況ではしないだろうなって僕の中で思ってたんで、うん、でしかも別に僕ね、そのセットプレーとかね、そういうわけでもないし、ちょっとやっぱこう若干の動揺はありましたよね、呼ばれて。え、俺でもね、それは嬉しいことですし、あそうだ、ね、大丈夫、このタイミングじゃなくないかみたいな。やっぱこれって別にワールドカップだとかじゃなくても、あそうだ、ね、普通の試合でもあるじゃないですか、ベンチに座ってる自分のこのいつも出たいって気持ちと、もちろんこの、そのチームのバランスだとか今置かれてる状況だとかっていうのを考えたときに、あこれはこの選手の方がいいなとかって自分の中で思ったりするときじゃないですか。そういう感じでいつも見てて、大体僕結構そういう、まあ、ベンチ座ってるって大体自分がこう思った通りになってたんですよ。まあ、その交代とかもね、そのベンチに自分がいたとしても、でも本当に今回ばっかり、俺なんだみたいな、まあ、別にもちろん準備はしてますし、あれなんですけど、ね、監督の考え方次第だからな、そういうところ。そうなんですよ、ここってどう逆にどうしてほしいんだろうって逆に思いましたもんね、うん、でもそのどうしてほしいって言った時にジーコにこう何て言われて入ってきたの？なんか落ち着かせてくれみたいな感じだったと思うんですよ。ちょっとだろうなとは思いましたけど、その時はじゃあヒデを挙げてシンジがボランチっていうふうなこと、なんかそこのはっきりその指示は出てないって言ったね。